ヒューイ・ p ニュートン、ヒューイ・パーシ c ニュートンは、アメリカ合衆国の公民権運動の指導者で、1966年、ボビー・シールと共に、カリフォルニア州オークランドにおいて、ブラック・パンサー党を結成した。1942年2月17日、ルイジアナ州モンローにおいて、女3人、男4人の末っ子として生まれた。彼の父親、ウォルター・ニュートンは、古作人で、 バプテストの牧師だった。母親アメリア・ニュートンは仕事を持たなかった。3歳の時、オークランドの海軍補給基地に勤務していた父のもとに移った。オークランド技術高校に在学中中国の古典に触れ、大学進学中にフランツ・ファノニやマルコム、モー・タクトウ、チェゲバラといった共産主義者の著作を読み、公民権運動にも参加した。 やがて非暴力による運動では黒人の解放に不十分だと考えたニュートンは1966年同様の考えを持つ同窓生ボビーシールと共にブラックパンサー等を結成した。当初、この組織は警官による都市部のットに居住する貧困層の黒人に対する暴行や略奪行為を自衛することを目的としていた。その後、 ブラックパンサー等は全米に規模を拡大し、積極的に公民権運動に関わってゆく。1968年、非暴力運動の指導者だったキング牧師が暗殺されると、ニュートンらは武装闘争を主張し、党は数千人規模に成長した。また、貧困層の児童に対する無料朝食や無料医療運動など、地域活動にも力を入れた。 ブラックパンサー等の活動に危機感を抱いた合衆国政府は警察や連邦捜査局によって党への弾圧を開始した。1989年8月22日、オークランドでブラックゲリラファミリーに属する麻薬ディーラーの24歳の男に銃で撃たれ死亡した47歳。撃たれた際、犯人に俺の体は殺せても俺の魂は殺せない。 俺の魂は永遠に生きるだろう。と言い残した。犯人は懲役32年の判決を受けた。ありがとうございます。